日だっけ、23日、あ、誕生日だよね、あの人のね。俺カトリックではちょっとね、ある意味ある種クリスなんですけど、まあいいや。じゃあ今日は2012年の4月号合ってるよね、18ページ第19回北欧イサヤの証明とこですね。これいきます。あのお二人に祝福がありますように。本当にね、明るい楽しい家庭が育ちますように。気をつけて、はい、ではお祈りします。天のお父様、学びの時を豊かに祝福ください。イエス様をお祈りします。アメン。それでは第19回北欧イサヤの運命というところですね。そこからいきますね。これは2012年に書かれてますので、それをねご了解ください。世界の小鎮というのは、これ何て読むんだこの場合。ポイント、イスラエル。外国に行って驚くのはイスラエルの基地が非常に多いことです。あのそうなんですよね。これはね、これは今も一緒です。日本はイスラエルの基地が少ないんですけど、世界はイスラエルの基地が非常に多いです。関心を持っています。アメリカにしてもヨーロッパにしてもね。でも日本はそれ分かってないんですよね。やっぱり聖書は土台にないからね。日本の新聞ではイスラエル関係の記事はそれほど多くはなく、取り扱いも地味なのですが、海外の新聞では違うのです。それはイスラエル情勢に関する重要性の理解が日本とは異なっているからです。それは彼らが聖書を知っているというのが大きな原因でしょう。聖書によれば、黙示録の時代、世界の重要な事件はイスラエルに集中します。イスラエルが世界の、これ何て言うんだろう、これ小鎮でいいんですか、不鎮ね、はいはい、すいません。不鎮のポイントとなっていくのです。恥ずかしいね、文学部のね、不鎮となっていません。で、さて、ある方々が私たちをイスラエルにのめり込んでいると批判されました。それは、私たちの教会にイスラエルの国旗とかメノーラーとか角笛とか多くのイスラエルのものは満ちていることによると思います。しかしこれは誤解です。私の教会にイスラエルのものは満ち溢れているのは、毎年イスラエルのインマネルツアーの社長さんのフィリップさんからイスラエルのお土産をいただくためです。それを置いておくところはないので、教会内に置いているだけです。しかし、真イスラエルか反イスラエルかと聞かれるなら、当然真イスラエルです。イスラエルは神が選んだ特別な民だからです。あそこになぜかイスラエルとエルサレムの国旗があるわけですね。国旗と式がね、日本の国旗はないのにね。これ右翼の人が来たら怒るかもしれませんよね。国の国旗は必要だと私は思うんですね。で、日本人が日本の国歌を歌うこと、国旗を見て敬意を示すことは本当にしたんだけど、残念なことに日本の国旗は日の丸っていうのは太陽神がバックにあるんですよね、宗教的背景がね。だから逆に全然宗教色が全くないね、なんかこう国旗だったらね、あれが赤と白でこう、ただ赤と白だけだったらね、逆にいいんですけど、そういうことが背景になるとやっぱりそれはちょっとできなくなっちゃうんですよね。で、国歌も、国歌を歌うことは当然だと思う、日本の国民なんだから、オリンピックで。でもあれははっきり天皇崇拝の歌なんですよね。君が世は東亜にって、あれね、やっぱそうなると歌えないんですよね。だから私は共産党は全く違う理由で歌えないんですよね。だから国旗は当然人だし、その国旗に対して敬意を払うことは当然だし、国歌を歌うことは当たり前だと思うんですけど、だからなんかね、変えてくれないですからね。天皇陛下がなんか自ら言ってね、私を敬わなくていいってね、本当に国民の新しい歌を、現代的なもっと明るい歌を作ってくれとか言ってくれたらいいのにね。で、国旗もね、新しくなんか全国民から応募してですね、で一番人気のあったやつをするとかね。いや、絶対です、国家と国旗は必要だと思うんです。やっぱりそれを日本の国民がそれに敬意を払うことは当たり前だと思うんですけど、あれだとちょっとね、困るんですよね。ものすごい宗教的なものがバックにあるからね、やっぱり本物のクリスチャンはできないと思います、それは ね、まあ、ちょっと発言脱線しましたけど。で、イスラエルは神が選んだ特別な国です。で、日本はこれが聖書をバックにないのでよく分かってない。だからイスラエルに対する基地の取り扱いはすごくわずかだし、もう極端にパレスチナ寄りです。もう一つは、日本人が情報に関してプロじゃないとですね。もうパレスチナ人はものすごく情報流すのうまいですから、いつも言うように、パレスチナ人が殺されて悲惨な状況の写真を出すと、その前に実はユダヤ人殺されたりするけど、それ一切言わないわけですよね。
それ見たらイスラエルはとんでもないやつに見えますけど、実はいろいろあったわけですよね。どっちも良くないと思いますよ。だけどそのそういう意味でやっぱあの日本の新聞は捉えてないところがありますよね。英語だから読める人は英語の新聞とかインターネットですしね、見ておくといいなと思いますよね。さて、聖書に書いてある通りに、あ、そうか、私ばっかり読んでもあれか、今日は、ですね、村雨さんが、読みましたので、一水から言っていただきましょう。聖書に書いてある通りに、聖書に書いてある通りに、このイスラエルは歴史上特別な運命を担いました。モーセ、ヨシュアに導かれ今のカナンの地に建国したイスラエルはその後2つに分かれます。しかしアッシリア、バビロンによって滅ぼされ、ユダ族を中心とした部族はローマ帝国の時代世界中に散らされました。ユダ族を中心とした部族は1948年元のカナンの地に建国されるという奇跡が起こりましたが、エフライム族を中心としたイスラエル12部族のうち10部族は未だにどこに行ったか分からず行方不明です。彼らの運命は聖書に書いてある通りになりました。神に従わなかった時世界に散らされると書いているのです。そして散らされた後終わりの時今のカナンの地に再び戻ってくると予言されています。まさにその言葉の通り、イスラエル人は今のイスラエルに戻ってきたのです。さて、イスラエルのこれからの運命も聖書に書いてあります。それは厳しいものです。黙示録の時代、つまり観難時代の7年間にイスラエルに大きな地震が3つ起こります。日本にも東日本大震災が起こり、東大によって関東にマグニチュード7以上の地震が4年以内に起こる可能性 70% と発表され、センセーショナルな話題となっていますが、もっと深刻なのが観難時代のイスラエルです。史上最悪と思われる地震が起こると、ありますので、イスラエルに住む人々は十分に注意しなければなりません。はい、イスラエルのことはあんまり日本では知られてませんが、まあ、特別な運命になったんですね。カナンの地に建国した後2つに分かれ、バビロンとアッシリアとバビロンと滅ぼされ、でユダはユダ族を中心とした部族はローマ帝国の時に世界に散らされると、その2部族が戻ってきて1948年イスラエル建国なんですね。でこの1948年のこのイスラエル建国は、20世紀最大の奇跡と言われてるんです。日本人でそれを20世紀最大の奇跡って知ってる人は、皆さんはクリスチャンだからね、そってと思うけど、学校で試験やってもおそらく知らない人多いでしょうね。いかに日本が世界を知ってないかってことですね。でこれは単に聖書だけじゃなくて世界を知っておく上でこれとっても必要です。これも世界中20世紀最大の奇跡はイスラエル建国ってすぐ分かりますから、ね、ちなみに秋元牧師が1948年生まれなんですよね。だから秋元牧師の特使がイスラエル建国からの年月で67年目なんですね。今67歳ですからね。でこれ、特別な年です。でこれは聖書通り奇跡が起こった年。ただこれ二部族なんで、散らされて十部族、ね、エフライム族の十部族がどこに行ったかわからないと、その十部族が、ね、もしかしたら日本人じゃないかという説があったりするんです。いろいろあります、ねね、わかりませんよ。でも可能性はあると思いますよね。まあそういうことなんですね。でそのイスラエルに終わりの時の最後の7年間、ね、3回地震が起こるわけですね。大きな地震がね、これが起こるということが、ね、書かれてありますね。これはもうやったから今日はもうやりません、詳しく ね。それからもう一つは戦争が起こるということですね。じゃあイスラエルを攻める2回の戦争ってところですね。じゃあお願いします。それとともにイスラエルを攻める2回の大きな戦争が起こります。この死者の数は第二次世界大戦をはるかにしのぐものとなりますから、第三次世界大戦、また第四次世界大戦と呼べるものとなるでしょう。これを一つの戦争の前半部分と後半部分と解釈される方もいますが、ロシアを中心とした戦争は観難時代の前半の7つの封印の時に起こりますし、
反キリストを中心としたハルマゲドンの戦いは、キリストの地上再臨の時、観覧時代の最後7年目に起こりますから、連続していません。全く違う戦争として起こるでしょう。さて、最初の戦争はロシアの経済問題から起こりますが、次の戦争は反キリストを中心として世界中がイスラエルを攻めてくることになります。黙示録16章13節14節には、また私は竜の口と獣の口と偽預言者の口とからカエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出て行く。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためであるとあります。反キリストが悪霊の口によって全世界をハルマゲドンの戦いのために騙し集めてくるのです。パレスチナ問題を中心としたイスラエルの報道に関して、日本でも世界でもイスラエルに不利な報道があふれています。それは宣伝戦においてイスラエルが負けているということもあると思いますが、私は御言葉からサタンの動きを感じます。ハルマゲドンの時それは強く働きますが、今それに向かって動きが起こり始めていると思います。ロシアとの戦いの時その傾向は一時的に弱まると思われますが、それは一時的であって、さらに激しいマスコミの論調になってくるでしょう。私たちはイスラエルへの報道の霊的部分、サタンの働きを見落としてはなりません。私たちは見分けつつ正しく判断していかなければなりません。ハルマゲドンの戦いの時には世界がイスラエルを攻めるわけですから、その時世界はイスラエルをよっぽど醜い国、制裁しなければならない国、ミサイルを撃ち込んでもよい国と思っているでしょう。しかしそう思わせるのはサタンの働きなのです。イスラエルはこれから迫害困難を迎えます。ヒトラーによって600万人殺されたとありますが、反キリストはさらに力があり、サタンそのものと言えるものなのです。その迫害困難はヒトラーの時代を超えるでしょう。もちろん反キリストはイスラエルを迫害するだけではありません。それをはるかに超えるクリスチャンの迫害が起こってきます。ですからクリスチャンも備えなければなりません。はい、中東和平を締結するのは日本人だね。皆さん分かってるでしょ。はい、誰？そう、反キリストね。反キリストは締結しますけど、でそこから観覧時代が始まるんですね。これ観覧時代ね、あれ復讐ね。観覧時代が始まりますけども、その最初の 3.5 年、そこに7つの封印があって、で7つのラッパーが鳴るわけですね。でこの時に、まあ、戦争が起こるわけですね。ロシアを中心にした戦争で、これは経済的な理由で鍵にかけられて出てくるわけです ね。でもそれに対して、まあ、それが起こってくるわけです、ね、ところが3年半の時に景気が起こって空中再燃が起こるんですけど、こっち7つの8の一番最後にハルマゲドンがあるわけですね。これは、この世界中がイスラエルに向かって立ち向かっていくわけですね。この時キリストが地上再臨して直接通して敵を打ち負かすわけですけども、ということは世界中がイスラエルに立ち向かってくるぐらいイスラエルはひどい国だ、とんでもない国だと思われているということですね。で今でも日本世界の報道を見るとイスラエルがかなり悪く報道されています。今でもすでに日本はもっと顕著ですね。ところがはっきりね、それはまあ一つは宣伝戦でイスラエルが負けているということもあるけど、背後にサタンがありません。はっきりね、サタンの動きがあると思います。だから明らかには霊的な力が背後で働いているんでしょう。でその中でイスラエルに対してこう世界中が悪く思っていて、こう最後は、ね、世界中がイスラエルに立ち向かうと。ただイエスキリストの直接当時によってこう出ていると。でこっちはロシアによる攻撃ですよね。だからこれとこれはまあ続いているとは思えないね。まあ、霊的には背後にサタンがいるでしょうけど、だから別々の戦争だと思われるけども、
だから地震が大きく3回起こるのと同時に戦争も大きく起こってくるとね、ロシアによる戦争と全世界がね、反旗によってイスラエルを攻める戦争が起こるということね、起こっていきます。でも皆さんいろんな報道を見てね、うわイスラエルってとんでもない国ねってね、許せないわなんて言わないでねね、もうね一緒になってですね、もうシャペルコーラーでイスラエルをやっつけろとか言ってね、言わないでくださいね。そういうふうに惑わされないようにしていただきたいというふうに思います。まあまあここで残っている人はいないと思うけど、万が一残ったらいつも言うように、小市区に連絡を取って、で喜んで殉教していって王になっていただきたいとね。間違っても妥協してこの時に反キリストの軍に入らないでほしいと言われますよね。そうなったら最悪ですよね、本当にね。だからそれはね、気をつけてほしいと思います。それでこれはイスラエル対する迫害なんですけども、それに勝るこうクリスチャン迫害が起こるわけですね。これは避けられない。ちょっとすみません、最後私を言いますね、時間があれだから。観覧時代に持ち上げるイスラエル。さて観覧時代には十二部族に関する14万4千人の神の器がイスラエルに立ってきます。黙示録の7章になりますね。これはイスラエルがすべてキリストを受け入れるということではなく、イスラエルの十二部族から真のキリストのしもべが立ってくるということです。このしもべたちのすべては結局殉教するものと思いますが、観覧時代に残っている神の働き、リバイバルの働きに中心的に関わると思われます。イスラエルから14万4千人が救われてきて、各部族から1万2千ずつやってきて、14万4千人の人たちが立つわけですね。これはリバイバルの働きの中心に関わってくるということですね。エルサレムで殺され晒し者とされ、3日後に天に昇った2人の預言者もこの14万4千人の1人かもしれません。ともあれイスラエルに14万4千人を神は立て、彼らを通して素晴らしい働きをされるということですね。初代教会の時代はユダヤ人による迫害、そして後にローマ帝国による迫害と厳しい時代となりました。しかしその時代に聖霊の激しい働きと救いが起こってきたのです、ね、ローマは最後ひっくり返りますよね。困難な時代と迫害の裏に神様の働きの凄まじい進展が起こりました。それと同じように黙示録の前半の時代3年半は凄まじい迫害と困難の時代ですが、その時代に神の働きを進むことになります。これを覚えておいてください。終わりの時のリバイバルというのはすごい神の働き、驚くような使徒行伝に勝る。でも同時にそれは迫害と殉教の時代です。使徒行伝もそうでしょ、迫害と殉教の時代ね。で初代教会っていうのはその後ローマによるすごい迫害があって、その中でもローマを最初にひっくり返したじゃないですか、ね、生きたクリスチャンが。同じようにこの時も3年半のこの すごい厳しい迫害と殉教の時代だけど、その時にすごい聖の値が起こるということですね。まあ日本の教会もこの時にはね一つになるし、プロテスタントも一つになっていくでしょう。まあ、プロテスタントはもういっぱいあるからね。でもそんなこと言ってはいないね。敵がサタンがやってくるからね、迫害とか死がかかってくるとね、やっぱり一つになってくると思いますね。真に死にしたがるのはで、まあ、これすごい迫害の時代だけど、聖霊の働きがすごく起こる時代ですね。まあ、この時代楽しみですよね。ただいつもより3年半生き延びるのはちょっとしんどいかなって気もするけど、1年ぐらいやったらもう子供たちに任せてね、華々しく殉教していきたいですよね。それでもか、それでも地球は回ってじゃない、それでも神は生きているとか言ってね、十字架以外に救いはない、バーンとか言ってですね、父を彼らを許してあげてくださいとか言って、いいですね、こういうふうに殉教できるとね、そうじゃなくてね、すいません、分かりましたとか言って、いやですね、もう言いませんとか言ってね、そうなったら大変ですよね。いや違うんです、あの村川さんが言ったんですよってね、石田さんと村川さんが全部悪いんですよってね、ごめんね、そんなになって嫌ですよね。いや祈っとかないと分かりませんよね、本当にね。すごい働きも起こるけど、称賛の例でやってますけど、やっぱりすごい褒め上げるのとその後叩き落とすのとやっぱり両方来ると思うんですよ。すごい技が起こるから、ね、だからすごい迫害と人間ですごい性の働きも起こるから、すごい祭り上げるような例も来るでしょうね。日本人は結構来ると思うな。だから徹底してキリストの栄光を返すということをね、学んでおかないといけないですね。で、エルサレムで殺され、初代教会時代、ここ読んだ、ごめんなさい。初めの雨が、降ったように後の雨が降り注ぐようになりますが、後の雨の今の時代の方が人口ははるかに多いので、初代教会とは比べられないぐらいの人々が救われてくるでしょう。その働きの中心にこの14万4千人がいることになりますと、ね、ユダヤ人自身の14万4千人が中心になって働きが起こるということですね。で、前にさ、一人を通して100万人って言ってね、みんなすごいとか思ってましたけど、その通りだと思うんですけど、実は私は1000万人乗ってたんですね。
ちなみに僕それ1000万って言って、日本人口1億何年だから1000万少ないなと思ったんですけど、九州が1300、400万なんですよね。東京都ぐらいなんです、九州でね。なんか、それを聞いたとき正直がっかりしたけどね。でも、そしたら九州で1000万、九州だけで1000万救われるようにって、本気で祈ってます。1000万くださいってね。九州だけで1000万ね。九州だけで1000万の民を神様、与えてくださいって。私本気ですよ。マーニーさん言う前から祈ってましたからね。で、私は神様できると思うんです。終わりの時代だから。終わりの時代だからね。それぐらいのことは起こるでしょう。で、皆さん、自分を通して100万人というのはね、インターネットの今の時代はね、全然極端じゃないんです。だって100万アクセスある YouTube なんていくらでもあるでしょ。すごい人気の歌手とかなんかだったら100万アクセスぐらい普通にありますよ、 YouTube でね。だから本当に一発なんかフィットしたり、なんかすごい神様が起こると、それぐらいのことが起こってきますから、あの主に期待してください。自分がどのようで本当にキリストが救われる、その民を起こされることをね、日本人を通してたくさんの人が救われるのをね、見ていきたいと思います。ユダヤ人が救われるとき、もうちょっといきますよ。しかしこの14万4千人の働きと聖霊の激しい働きがあったとしても、ユダヤ人の多くはキリストを信じることはないでしょう、ね。14万4千人が救われてすごい働きがあるんだけども、多くは信じないと、それ聖書に書いてあるからね。しかし主はユダヤ人たちが救われるときを用意しておられます。それはキリストの地上再臨のとき、この最後の7名の地上再臨のときに、このときですね、反キリストがエルサレムに侵入し占領しようとしたその時、キリストは再臨され、エルサレムは救われます。その時彼らはキリストが彼らが待ち望んでいた救い主と分かるのです。その様子がデカリア書12章9節10節にあります。その日、私はエルサレムに攻めてくるすべての国々を探して滅ぼそう。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、イエス様のことですね。私は仰ぎみ、一人子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣くと。イスラエルの人々は反キリストを破り、自分たちを救ってくださった方が2000年前、自分たちが十字架につけたイエス・キリストであることに気がつくのです。彼らは泣くとあります。イスラエル伝道の大臣たちが自分たちが助けられた喜びと、救い主が自分たちが反していたキリストであることが分かり、懺悔の痛みと、また救い主が現れた喜びの中で泣くのです。主の鳥がやってき、千年国に入るとき、ユダヤ人は救われていくのです。これ劇的ですよね。このときは私はいませんけど、この地上にはね。もう、でもここで本当にユダヤ人は悔い改めて、激しく泣いて、救われて、そのまま千年国になる。千年国に私は帰ってきますよ、王としてね。まあ、確認、仮に残ったとしても、ね、国印を拒否して、反キリストなどを拝まなければね。光一君と共に王になれますね。で、ここでこう敬虚された人たちもね、王になる。だから千年王国で、救われていくわけですね。で、一つの王国を形成している十部族と、さて14万4千人の中に十部族の人々がいるんですよ。これは象徴的表現でしょうか、あるいは本当に十部族もいると言っているのでしょうか。私はこれはそのまま十部族もいるという表現であると思います。ある方々は十部族は完結し、いろんな民族のうちに埋没してしまったと考えますが、私はそうは思いません。エゼキエル書の37章にユダ族を中心としたユダヤ人とエフライム族を中心としたイスラエル人の予言が出てきます。これはエフライムとユダの地を一つにしようというやつですね。22節に、私が彼らをその地イスラエルの山々で一つの国とするとき、一人の主は彼ら全体の王となる。彼らはもはや二つの国とはならず、もはや決して二つの王国に分かれないとあります。これは今のイスラエル人とエフライム族を中心とした十部族を表しますが、終わりの時、つまり再臨の時、一つの国となるとあります。もはや二つの王国とはならないとありますが、ユダ族を中心とした部族は今のイスラエルの国を作りましたが、この表現だと十部族も一つの国となっていると考えられます。私の友人のユダヤ人の牧師は十部族がいろんな国を形成していると考えておられましたが、ここから見ると一つの国となっており、それがイスラエルと合体して一つの国になるように思います。これね、十部族が一つの国を作っていると。19節にも、彼らに言え、神である主はこうすられる。見よ、私はエフライムの手にあるヨセフの杖と、それにつくイスラエル部族諸部族とを取り、それをユダの杖に合わせて一本の杖とし、私の手の中で一つとするとありますが、杖を中堅と考えると、ユダヤ人がイスラエルという一つの国を作ったように、エフライム族を中心とした十部族も一つの国を作っていると思われます。私は十部族は各民族の中にうずもれているものでも、またいろいろな国を形成するわけでもなく、一つの国を形成している可能性が強いと思います、ね。で、さて、
自分とかどこのか、そうならばそれがどこの国かというと、今までイギリスとか中国とかいろいろな国が候補として出てきましたですが、否定されています。神道とユダヤ教の類似性とか民謡の掛け声などヘブルの言葉との類似性から日本とかいう声もありますが、証明されているわけではありません。ただ私の周りの方々がそのように言ってきました。チョンヨンギ牧師の義理のお母さんであるサイシーズ牧師は、ある時私に、日本人は十部族で日本まで行かず韓国に残ったのが韓国人と言われていましたし、死の十字架が教会をスタートしてから10年以上教会の働きを助けてくださったジョージ・ラビングドナ・ラビング夫妻も帰国されて10年ぶりぐらいで日本に来られた時、興奮して日本人は十部族と語っておられました。そういう論は受け入れないタイプの方々でしたので少し驚きました。また私の友人のユダヤ人の牧師も、日本人は十部族の一つと部族と言っていました。真偽のほどは分かりませんが、霊的な意味で何か語られているのかもしれません。ただ日本人が十部族だったら大変です。黙示録の時代はイスラエルに厳しい時代だからです。困難がより厳しいということになります。もしそうだったらイスラエルの3回の大地震のように大きな地震が頻発するかもしれませんし、大きな災害も起こるでしょうし、迫害もあるかもしれません。当然戦争にも巻き込まれるでしょう。またイスラエル人はすべてイスラエルに帰るとありますので、日本に住めなくなる何かが起こってくるかもしれません。ともあれ黙示録の時代はイスラエル関係の人々にとっては大きな時代、大変な時代になるとなるのです。クリスチャンの迫害もありますので、神の働きの進展とともにクリスチャンの迫害とイスラエルのために祈りましょう。困難な時代ですが、しかしこの時代は神の栄光と圧倒的勝利が果たされる時代です。祈りつつ対応しましょうということで、ここでもう時間だから終わらないといけないんですけど、もしも日本が十部族だったとしたら、これは分かりませんよ、全然違うかもしれないけど、だとしたら、この一つの国になるというから、イスラエルのところに行って一つにならないといけない。だから日本人が日本に住めなくなってイスラエルに行かざるを得なくなることが起こるということなこれは SF ファンタジーの世界だったんですが、今回の東日本大震災でじゃなくなったんです。なぜか、原発が攻撃されたり何かの理由でいくと、その地域は住めなくなります。日本中に原発があるんです。再稼働しました。もし日本にミサイルが撃ち込まれて原発がやられましたら、その地域には住めません。何十年もの間間違いなく住んだら原発のやつやられます。ということは、日本列島に住めなくなる時代が来ることが夢ではなくて、小説じゃなくて現実に起こりうる時代なんです。今はこれ覚えてください。だから日本人は大事なんて言えませんよ。可能性はあると思いますけど、でもそのファンタジーの世界じゃなくなってきたってことですね。それは日本だけじゃなくて、それはそこでも、例えばなんだっけ、ロシアの原発が落とされたとこ、あの原発があれしたとこ、チェルノブイリのあたりの人は今住んでません。これ本当に住んでませんね。本当に住んでません今でも。でそこでその後の後遺症ってのはかなり大きいんです。実際発表されたのとは全然違うんですよね。でだからそういうことが起こりかうると。だから日本は原子爆弾が落ちた国であるにもかかわらず、まあ、原発のいい利用でね、原子力がないと、やっぱ確かに原子力発電があることによって随分助かるのは事実なんですけど、ただそこを狙われたらね、そのもうおしまいですよね。住めなくなっちゃう。なんか九州は佐賀県の方と鹿児島にあるんだっけな、ね、仙台と佐賀の方にもありましたよね。なんか ね、どうして限界ですね。限界と仙台にありますよね。これ両方がもしやられたら、もう九州なんかいれませんよ。間違いなくいれません。九州内にそれぐらい大きい影響があるから。ということはね、我々はもうこぞってですね、なんかこう他に行かなきゃいけなくなるです ね。そういうことが起こりうるってことなんですね。そういう時代に来てるんだってことをしてください。だから今までファンタジーだったみたいなことがそうじゃなくなったとっていう時代なんですよ ね。まあそれをね、どうぞ覚えておいてほしい。しかも日本は戦争に向かってね、もう今はっきり舵を切っちゃいましたから ね。もう間違いなくこれいつか戦争の中に巻き込まれていくでしょうし、入っていくでしょうからね。世界中はそうなんでしょうけど、それをね、どうぞね、知ってください。日本が十部族の可能性はあると思います。ただ違うかもしれません、ね、ただ十分よかったらちょっと残念なのはね、最後の時に救われるんですけど、そこまで救われないですよねだからちょっと大変なことになっちゃうんですよね
ね、だからね、だからね、ちょっとそこがあるからね、そうなりますよね。だから、自分となければ爆発的な時代が起こってね、いいんですけど、そういうことがただ、日本のこの救われなさと、それからその、確かに神道のいろんなものとか、民謡とかいろんなことだったら、ヘブル語がいっぱいあるんですよね、民謡の中にね。これは客観的事実なんですよ。だから、可能性はあると思います。全く違うかもしれませんよ。だから、ただ全く違うかもしれないけど、可能性はあり得るということをね、一応心に留めておいておくわけですよね。最初に牧師も言ったし、イデエコラ様も言ってたし、何人か我々の近くの人たちがみんなそういうんで、日本人はユダヤ人で、自分毒だっていうのを言うんですよね。だからそうだとは言いませんよ。でもそういうふうに言う人たちが、なぜか私の周りに多いので、その可能性を心に留めておいた方がいいかもしれません ね。ということですね。はい。ではここまでにします。天皇様、今の時はありがとうございます。イエス様に納得いたします。アメン。今日は中級クラスはできるのかな？あ、中級、初級だっけ？初級だっけ？中級だっけ？初級、初級。初級は今日できますか？